いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。引き続きね、マンタのガチエリアのバトルメモリー見ていきたいなと思ってますね。はい、活躍した試合ばっかあげんじゃねえっていうけど、まあこのエリアに関してはもう全部活躍してたんで、その中でまあよ選んでますね。はい、活躍してたんで、で、まあ、開幕はいつも通り、ちょっとまあ前後するんですけど、動きは大体まあ主にこの2箇所、ナイス3箇所置くっていう。で、味方が死んじゃったんで、ここで粘りつつ、味方の復活を突っ込まずに待とうと思ったんですけど、まあやっぱりね、1箇所でバシャバシャするとみんながなんだなんだってやってきて倒されるという結末になってます。はい、しっかり、ね、塗れない武器なんだけど、塗れるときはしっかり塗る。で、あのね、チャージャーがうっとうしいなっていったところで、まあ、セミで、で、降りてくれたんで、ここ突っ込みに行くと。で、来るだろうと思ったら来たという感じですかね、今のは。なんとなく上がってくるっていう感じがするよね、落ちたから。あのまま帰るってこともなかなかないだろうし、となるとやっぱもう登っていくんだろうなっていう感じですかね。これはね、下手くそだけど、まあ、相手のローラーがミスってくれたんでできたって感じですかね。これも下手くそですね。うまい中にも下手くそありみたいな、親しい中にも礼儀ありみたいな感じのプリングになってる。で、今ね、見えたエクスロッシャーやりたかったんだけど、やれなかった。あいつをとにかくやりたいんですよね。リッターとエクスローをなんとかしたいっていう。で、これはね、もうマーカー見えたんでやりたいって言ってやったんだけど、やれなかったんですよ。どっちもやれないっていう。で、やけくそプレイになってる。やけくそでしたね。やけくそ帝王でなっちゃってるみたいな。ああいうのなくした方がいいっすね。なんかはっきり奥に行くのか、戻るのか。今だったら多分奥に行った方がよかったと思うんですけど、中途半端にエリアに戻ってエリアで死ぬみたいな。すごい良くないと思う、あれ。最悪じゃないかな。ああ、これもね、もう待ち構えられてたんでね、もう絶対引いた方がいいんだけどね、やっぱね、ローラーに対してはね、絶対負けたくねえっていう気持ちで突っ込んじゃいましたね。負けたくないっていう気持ちで、その負けたくないが、なんていうんだろう、その意地の張り合いによって、なんかその勝利から遠のくみたいな、その真っ向勝負、自分の意地で真っ向勝負した結果ホームラン打たれて負けるピッチャーみたいな感じになってますね。うまいんだか下手なんだかちょっと例えが分かんないけど、この雨がね、すごい最悪でしたけど、味方のドリンクによって引くことができました。あのドリンクはね、安全靴と何かがその59個分になるんで、相手のインク通ってもまあ全然何も影響を受けないに等しいっていう。じゃなかったら多分あの雨で死んでましたね、間違いなく。味方の紙ドリンクと、これもひどいね。帝王の使い方もっと考えた方がいいな。その給料の使い方をちゃんと考えた方がいいみたいな感じの。インクない。ひど。インクない。あのローラーが見逃してくれたんで助かりましたね。あとはもう詰めて勝ちだろうと、ちょっと若干心で思ってるんだけど、なかなか綺麗な、これ、帝王以下ひどいな。むしろ帝王以下これでさ、そこそこキル取れてんだから、帝王ちゃんとすればもっと勝てる気するよな。自分で思うけど。なんかいい感じに引けるようになったねっていう。自分を褒めるとしたら。引くことを覚えたよね。か
感じがしますね。前だったらその死んだらリスタートしてやり直しみたいな感じだったけど、なんかその引く前に、じゃあその死ぬ前に引いてやり直すみたいなのができるようになったかなと、まあまあいい感じに荒らせたんじゃないかなと、前線荒らしのプレーがうまくできたんじゃないかなっていう試合ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。